ボートレース蒲郡 G2 第7回レディースオールスター開催3日目第1レース勝ちました西岡成美選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。1個目のキューティートとのプレゼントです。はい、ありがとうございます。昨日4レースの1号艇でスタート遅れて妨害もしてしまってファンの皆様に迷惑かけてしまって本当にすみませんでした。持っていただけにスタート遅れが痛かったが1号艇西岡成美。さあ3号艇まだまだ離さない。おっと後方1番5番あたり激突接触ありました。まあ、勝ち上がりはありませんで、はいね、けどもでもあのレディースオールスターは2年連続で初めての勝利、はい、ということになりました。はい、では一緒にレース振り返っていきます。並び打ちから1二3ダッシュ4号6の枠内3対3、5コース進入の西岡成美選手スタートね、みんな早かったんです。はい、0台前半ぐらいのタイミングで入っていきます。はいはい、ちょっとあのコンディションも風も変わってという難しい中ですかね。はい、はい、ちょっとスタートが全然分かってなくて届かないんですけど、で今はもう届かなすぎて早めたら、うん、それはそれでちょっと早いからちょっと全速ではいけなかったんですけど、でも展開的には向きましたね。そうですね、展開が良かったです。はい、まあ、ここまであの走ってきてこれが4走目となるんですけれども、はい、その船足に関してはどういう推移でここまで来ましたか。船足は最初もらった時に比べると直線は良くなったと思います。はい、ターン周りとか周り足関係操作性っていうのは、操作性はちょっとまだ昨日もちょっと妨害してしまったんですけど、レース行く前とかはすごい乗りやすかったって思ってレース行ってたんで、ちょっとまだ蒲郡の特性をつかめてないなっていう。久しぶりなんですよね、蒲郡がね、4年ぶりということで、はい、まあ、それも含めてもうちょっと調整は必要な、ただ足的にはちょっと上積みはあってということなんですね。どうも、はい、岩崎さんにペラ見てもらってよかったです。1等取れてよかったです。今回の岩崎工務店のね、はい、これ来ていただいてますけれども、はい、もう本当直属の部下ということで社長の命令なので、はい、今回ちょっと来ていただいてますので、はい、でもとにかくファンの皆さんが投票してくださって、はい、やっぱり勝利はあげたいですよね。そうですね、やっぱりそうですね、はい、もう気を引き締めて、はい、しっかりやっぱクリーンなレースしたいって思ってるので、はいはい、そうですね、一層一層頑張りたいです。はい、じゃあもう一声、今日は1回乗りとなりますので明日からの戦いもちろん続いていきます。ファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、明日2走の予定なんでしっかり船券に絡めれるように、プロペラとか試運転頑張りたいと思います。実直な、ね、言葉を伝えてくれました。1レース勝ちました西岡成美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。